はい、こんばんは。スタジオレバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦史です。3月18日月曜日、大人クラブの時間です。はい、皆さんね、今や、音楽配信の時代なんですが、ちょっと前まではね、 CD というものを使われていたんですね。で、 CD の中で最も音がいいとされている、録音は何だと思いますか？それはですね、こちらカンターテドミノです。はい、カンターテドミノ、はい、カンターテドミノとはですね、単声または多声のための伴奏付きの、声楽作品を言う、はい、カンターテドミノとはですね、ラテン語で、主人、家長、ローマ帝王、キリスト教における、要するにこれはですね、キリスト教のパイプオルガンなどをね、使った作品なんですね。これが、最も史上最も、録音が素晴らしいとされています。これはですね、今売ってるのかな、多分プレミアがついちゃってるんだと思います。はい、CD ね、いろんな CD、 いまだに CD で聴かれてる方もいると思うんですね。まあほとんどね、Apple Music とかで済んでしまうんですが、あの基本ポップスとかってあまりその長い期間は愛されないんですね、残念ながら。まあ持って5年ぐらいですよね。ところがこのカンターテドミノはですね、何年の作品かな、まあ、非常に古い録音なんですが、私いろんな研究をしたんですが、なぜこんなに素晴らしい音で録音できたのか未だに分かりません。こちらね、ご覧になって分かるようにパイプオルガンが使われてるんですが、教会音楽なんですね、カンターテドミノ。これはですね、今売ってないのかな。ぜひね、ちょっと待ってください。でも、やっぱり売り切れになってますね。はい。残念ながら今は購入できないですね。プレミアがついてしまって高いですね。これが史上最も、美しく録音された CD でございます。はい、何かの参考になれば幸いです。CD 未だに、なんていうんですかね、なくなりそうでなくならないんですよね。結局 CD から取り込んで、まあそれをね、こういった、そうか、スマートフォンで聞くっていうことがあるんですが、やっぱり音悪い、かなりありますよね、差がね。Apple Music で配信している中ですと、一番音がいいのはですね、小泉今日子さんの 100% という、曲があるんですが、聞いた時に、あれ？なんか他の、その、いわゆる配信されたものとね、全く異次元に音がいいなと思ったんですね。調べてみたら、Apple が初めて、新しい、ね、圧縮方式で、録音し、そして、圧縮するってのは当然音を間引く行為なので、その中でもとても原音に対してね、忠実な素晴らしい録音でした。さすが小泉今日子さん。小泉今日子さんはね、うちの近くに、まあ、今引っ越されましたからね、このスタジオの近くに住んでらっしゃって、何度もお会いしてるんですが、ちっちゃいんですよ、すごく。150センチぐらいしかないと思うんですけど、アイドルなのに、くわえたばこでね、道を歩いてて、あ、こう小泉さんだなと思って、あ、小泉さんこんばんはって言うと、いいよ、元気って言うんですよ。あ、でも元気でやってますって言うと、頑張ってねって言うんですよ。じゃあねって言うんですよ。スターだなと思いましたね。はい。よかったら、YouTube でも、小泉今日子 100% で、検索をかけると出てきますので、ぜひ聞いてみてください。
女心をね、描いたとても切ない、名曲です、はい、あまり売れなかったのかな。でも音が全然違うんでね、ぜひ聴いてみてください。本日ご紹介したのは、カンターテドミノでした。もしね、中古のレコード屋さんで見つけたらもう即買いです、はい、これを聴いたらびっくりしますよ。音がいい、カンターテドミノ。それではギタリストの竹下です。お送りいたしました、クラシック音楽はねやっぱり基本なので、つまらないロックミュージックを聴いてるぐらいだったらクラシック音楽を聴いた方がよほどためになります。はい、そういうわけでクラシック最強ですというわけで、ギタリストの竹下敦がお送りいたしました。 See you next time です。